ストラディバリウス。ストラディバリウス。見ます。あ、あるやつ。え？バリウス。バリウス。バリウスって。おお、すげえ、すごっ。うわ、こんな。うわ、かっこいい。やばいやばい。これやばいよ。かっこいい。これやばいっす。かっこよすぎますよ。これはストラディバリウス。こっちがストラ。これが。で、こっちがビオラなんですけど。ビオラ赤色じゃないですか。すごっ。てかこんな感じで展示するもんなんですか。めっちゃかっこいいですね、展示したら。かっこいいです。アートっすね、これも。いや、展示しないといけないもんですもんね。ゴフリアっていう人の作品で、2個しかないんですよね、ゴフリアが作ってる。あ、セバリ。すごい、非常に貴重なもので。なんか渋いですね。ニューヨークで買ったんですけど、これで2億円で。2億これが、はい、2億 ?2億値段でも上がっていくもんなんですか。上がっていきますね。バリウスさんはだってそんなもんじゃないです。これはね、1702年のストラディバリウスとかも300年以上前のね、はい、楽器で、これで7億円。7億円7億バリウス。だいたいそれぐらいですね。バリウス世界中で取り合いっていう。そうです、もうないんですもんね。この選手が弾くことってやるのはもうそんなないんですか。弾きます、弾きます。弾くんですね、これ、はい、すごっ。これはあの天皇陛下のね、御前演奏とかに使われるぐらいの、お貸ししたことありますね。そういうレベルなんですね。すげえな、マジで。こっちはね、ストラディバリウスの、はい、ライバルって言われてる。ライバル、ガルネリっていうんですか。ガルネリ、どこだろう、ガルネリ。悟空とベジータみたいなもんですね。そうですね。なるほど。実はガルネリの方が作品は少なくて、はい、ストラディバリウスは200本ぐらいあるんですけど、はい、こっちはもうそんな残ってないんですよ。こっちの方が高い。なんか超えてるんですか。超えてます、超えてます。ガルネリいい状態だったら10億円以上します。10億円。これちゃう。10億のもの。なんでこれ、この3つでこのビルの値段超えちゃいます。あ、そうっす、確かに。今だけど、なんでこんなにこの場合で高いんですか。もう素人に見たら、今度は量産できそうな気がしちゃうんですけど、何がこの値段を跳ね上げてるんだ、これ。昔の木でね、はい、プルースっていう木なんですけど、日が違うんですね。その木が年月をかけて高くなって、多分乾燥もすると思うんですけど、今が一番いい音がするっていう。作りようがないですもんね。作りようがない。で、そのストラディバリウスっていう名工が作った。人の名前なんですか。人の名前、アントニオ・ストラディバリウスっていう。イタリアのバイオリン制作家で、その人の作品だけがボーンっていって、でそのライバルの人もボーンっていって、